どうもドッグトレーナーゆきです。今回は犬が突然走り出す理由をご紹介します。家の中や散歩中、何かのスイッチが入ったように愛犬が急に走り出したことはありませんか？あまりにいきなりなので飼い主さんも何が起こったのと戸惑ってしまうはず。そこで今回は愛犬が突然走り出す理由を5つご紹介します。早速確認しましょう。犬が突然走り出す理由、1つ目はテンションが上がった。飼い主さんに体を撫でて褒めてもらったり、一緒に遊んでもらったりした時に嬉しい気持ちがあふれてテンションが上がると、高ぶった感情を抑えられずに走り出すことがあります。走り出す以外にも、体を撫でていると愛犬からもっと撫でてと言わんばかりに体をぐいぐいと押し当ててきたり、ガウガウとうなるほど興奮して喜ぶ姿もよく見られます。テンションが上がって走り出したりうなったりする様子は可愛いですが、興奮状態が長引くとそのこと自体がストレスとなって体に負担をかけるので、スキンシップ中に愛犬が興奮してきた時は声のトーンを落として胸元や背中を撫でる、お座りさせて一呼吸置くなど、愛犬がそれ以上興奮しないように飼い主さんが上手にコントロールしましょう。犬が突然走り出す理由、2つ目は驚いた。聴力が人の4倍もある犬にとって、人と暮らす環境の中では予想外の音に過敏に反応することも少なくありません。例えば車や自転車のブレーキ音、雷、物が落ちる音など、近くで急に大きな音がすると身の危険を感じて急に走り出すことがあります。また音だけでなく、おもちゃや周囲の人が予想外の動きをしたり、いきなり体に触られたりすることでもびっくりして走り出す愛犬もいます。外で急に走り出すと事故を起こしたり、家の中でも壁や家具にぶつかって怪我をするなど、とても危険です。愛犬が驚いて怖がっている時は、飼い主さんが落ち着いて声をかけたり、ゆっくり抱っこして体を支えてあげましょう。うなって怒っている時は、止めようと声を荒げるとかえって愛犬の興奮を煽ってしまうので、ぶつかると危ないものを片付けて静かに見守るのも一つの方法です。犬が突然走り出す理由、3つ目は不満が爆発した。ご飯やおやつがもらえない、散歩に行きたいのに連れて行ってもらえないなど、自分の要求があまりに満たされないと不満な気持ちが爆発して急に走り出すことがあります。もやもやした気持ちを外へ放とうと必死な状態です。とはいえ、急に走り出したからといって愛犬の要求をすぐに叶えてあげると、走り回ればわがままを聞いてもらえると勘違いするので注意が必要です。食事や運動、睡眠など愛犬の要求をしっかり満たすことは飼い主の務めですが、単なるわがままからの要求の場合は、愛犬が走り出した直後ではなく、まずは愛犬を落ち着かせてから適度に要求を叶えてあげましょう。犬が突然走り出す理由、4つ目はストレス発散。シャンプーや病院通い、苦手な犬や人に会ったなど、愛犬の苦手なことに直面した時にもそのストレスを発散させようと走り出す場合があります。外で急に走り出すと危険なので、愛犬が走り出しそうになったらリードをきちんとつかみ、声をかけたりおやつをあげて気をそらせてあげましょう。また家の中で愛犬の苦手なことをする前は、部屋の扉を閉めて行動範囲を制限する、ぶつかると危ないものは先に移動させる、家具のコーナーにクッションを置くなど、急に走り出しても怪我をしないように対策しておきましょう。犬が突然走り出す理由、5つ目はお尻の違和感。愛犬が排泄した後に急に走り出すのは、お尻に違和感を抱いているからです。お尻に何かついてる、気持ち悪いと走ることでその違和感から逃れようとしているんです。ちなみにこの違和感のほとんどが、うんちの切れが悪くてお尻の周りに残っていること、また便秘でうんちが硬くなっている場合は、排泄時に痛みを感じることもあり、
その痛みや違和感からキャンと泣くこともあります。理想的なうんちはバナナのように節目がなく、しっとりと程よい柔らかさのある状態です。うんちは健康のバロメーターなので、うんちの硬さや匂いも日頃からチェックする習慣をつけましょう。この動画が参考になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。